こんにちは、ハッピューチャンネルです。今回はスマイルベースカフェにて開催中のボッチザロックのコラボカフェの紹介です。いや待ってました。東京池袋店の開催期間は3月14日から3月30日となっております。東京に続き大阪名古屋でも開催されるんですが、こちらのコラボが発表された時めちゃめちゃ嬉しかったですよね。はい、本当に楽しみにしていました。コラボカフェ店内はこんな感じになっています。私たちスマイルベースカフェさん大好きなので、またすぐに来れて嬉しいですね。はい、もう最高です。はい、前回は僕とロボコのカフェだったんですが、この打って変わってそうですね、はい、雰囲気も違いましたね。私たちが行った回は男性と女性もうほぼ半分半分ぐらいの比率だったと思います。いつもね男性がね結構少ないんで、ちょっと心強かったです。とにかくボザラは登場人物がめちゃめちゃ可愛いんですよね。でもそれだけじゃなく、ストーリーもうんうんわかるわかるとかうなずける部分も多いし、とにかく劇中歌がかっこいいんですよ。はい、すごいです。そしてバンドがめっちゃやりたくなる。はい、やりたくなるんですけど楽器が一個も弾けませんでもね、このボザラを見て楽器を始めた人が多いっていうのもすごいうなずけますよね。わかります。それでは今回注文したメニューを紹介します。まずはこちら、いちごミルクです。どうぞです。真似してみましたちょっとフリーズしてしまいました。はい、このどうぞっていうね、ぼっちちゃんのセリフまでメニュー名っていうのがまたいいですよね。はい、ドリンクが運ばれてきた瞬間に段ボールから覗くぼっちちゃんのモナカ見てめちゃめちゃテンション上がりました。お次はこちら、結束バンドパフェです。みんなのイメージカラーが入ったカラフルで可愛いパフェになってます。あとこのチョコレートブラウニーがスピーカーをイメージしてるのかな。おー、うん、確かになんかすごい可愛いですよね。なんといってもパフェグラスに巻かれた結束バンドが嬉しいですね。さすがです。見た目も最高に可愛いですし、甘いのがあまり得意でない自分でも美味しいと思うぐらいさっぱりしたパフェでした。お次はこちら、マチュピチュ遺跡のミシシッピ川グランドキャニオンサンディエゴ盛り合わせです。言えましたこのボッチちゃんのネーミングセンスがすごいですね。はい、でもただのポテトフライだけじゃなくて、こうなんかすごいおしゃれな盛り合わせになってるのがすごいいいなって思いました。はい、まさにアメリカ大陸横断って感じなプレートでした。こちらのポテトサラダ、こういったワンポイントに開発をされた方の苦労やセンスを感じました。特典のコースターですが、まずは3品頼んだ分を見ていきましょう。まず1枚目は量が出てくれました。2枚目はにじかちゃんです。めちゃめちゃ可愛いです。そして3枚目はぼっちちゃんが出てくれました。次に紹介するメニューはアボカドとクリームチーズのピンチョスとスパニッシュオムレツのホランデーソース添えです。こちらも作中で北ちゃんが頼んでいたメニューとなっております。もうおしゃれなワードの盛り合わせですね。ピンチョスにオランデーソース、こちらはヨーロッパプレートって感じです。ワインがめっちゃ飲みたくなりました。もうキターンって聞こえてきました。こちらのお料理でいただいたコースターはぼっちちゃんでした。2枚目です。今回グッズはランダムアクリルミニスタンドを4つ購入しました。こちらは1人4つまでの購入制限があるんですが、とりあえずね4つでコンプできるかなって思いながら4つ開封してます。はい、まず1個目はにじかちゃんです。あー、可愛いですね。はい、この今回のねミニキャラのイラスト本当に可愛いですよね。なんと2つ目もにじかちゃんでしたすごいですよねはい、なんかねストレートでコンプリートできるんじゃないかって思ってたからちょっとねショックでしたね。そしてなんとね3個目もにじかちゃんだったんですよ。ちょっとねさすがにちょっと笑えなくなってきたんですよね。はい、私泣きそうになりましたそして最後はなんとにじかちゃん。いや、こんなことあるのって思いましたね。いや、あるんですよねやっぱりね。アクリルスタンド爆死してしまったのでやけ食いしてやるって思って追加注文したのがこちら、ボッチザカリーです。最後に追加でドリンクじゃなくてこのカレーですよ。ちょっとびっくりしました。やけ食いしてやるとか言いながら私全然食べてなかったですね結局ね私が頑張って食べました。こちら盛り付けも可愛いんですが、ライスのど真ん中にいるボッチちゃんが本当に可愛かったです。しっかり味のキーマカレーなので盛り合わせの野菜と一緒に食べるとさらに美味しかったです。こちらのメニューでいただいたコースターはにじかちゃんでした。いいですね、にじかちゃん祭りですね。はい、にじかちゃんに愛された日ですね。はい、
グッズなんですが、アクリルスタンドの他にもこちらのロングアクリルキーホルダーを購入しました。出てくれたのはぼっちちゃんです。このぼっちちゃんのイラストが暗いので、お店もねちょっと暗めなのでちょっと分かりづらいですよね。そしてアクリルスタンドがめちゃめちゃかぶって、私がめっちゃ落ち込んでいたので旦那さんが購入してくれました。はい、3個追加購入させていただきました。はい、そしてぼっちちゃんが出てくれました。いや、よかったですね。はい、もうすごい嬉しかったですね。はい、そして2個目がりょうも出てくれました。いや、もうありがとうございますって感じです。はい、でね、本当にねこんだけ出てくれたら嬉しいんですが、キテちゃん怖いって思いながら最後開けましたね。なんとぼっちちゃんが2個出てくれました。いや、でも良かったですね。はい、これでなんかねすごい救われたって感じがしましたね。いや、でも本当にランダムって怖いですね。怖いけど楽しいですよね。はい、開ける瞬間が本当にドキドキして楽しいです。そして大変ありがたいことに、キタちゃんはお声掛けいただいて交換してもらうことができました。なので無事にコンプリートできました。ありがとうございます。そしてこちらがお会計特典です。1回の会計でご利用2500円ごとにバックステージパス風カード全5種類がランダムで1枚もらえます。今回1万3000円ぐらいのお会計だったので、無事にね全5種類揃いました。嬉しいです。初めてボザロのイベントに参加したんですが、本当に楽しくて大満足でした。いやー、美味しかったし楽しかったし、ありがとうございます。またコラボカフェやイベントなど開催されたら動画でご紹介したいと思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。